こんにちは、京子です。今日はセリアのジェルを使って今人気のガラスフレンチを作っていきたいと思います。ガラスフレンチのベースカラーになる色はできるだけ地爪の色に近いシアーなベージュとかベージュピンクを使いたいんですが、今セリアさんにあるこういったヌーディーカラーだと結構1回でものすごい発色のいいマットな感じのカラーしか多分ないと思います。こういったマットカラーをシアーにする場合はクリアジェルと混ぜて好みの薄さまで薄めて使うといいと思います。ただちょっと手間がかかるので今回はもっと簡単に作りたいと思います。なので今回はこちらのシアーピンクとシアーベージュ、こちらを使ってみたいと思います。ここにラメって書いてあるのがラメタイプなんだっていうのを実はさっき気がつきました。買う時にシアーピンクって書いてあるから薄いピンクなのかなと思って開けたら結構ラメ入っててびっくりしました。ただ今日はこれを使っていきます。じゃあまずはシアーベージュの方から塗っていきます。ベースジェルを塗って硬化した後にカラージェルを塗ります。こうやって見るとほとんど色わからない感じです。一度塗り終わったので硬化します。一度塗りが終わりました。地爪の上でもしこれでちょうどいい感じだなと思ったら一度塗りでもいいし、もう少し色が欲しいなと思ったらもう一回塗ります。クリアチップの上だとちょっと分かりづらいのでもう一回塗っておきます。塗り終わったら硬化します。次にもう一つシアーピンクも塗っていきます。こちらもすごく色は薄くてうっすらキラキラが入ってます。一度塗り終わったので硬化します。こちらもすごく薄めなのでもう一度塗ります。塗り終わったら硬化します。シアーベージュとシアーピンクとそれぞれ2度塗りが終わりました。で今回はシルバーとゴールドと2種類作っていきます。こちらのシアーピンクの上にはゴールドを塗ります。ゴールドはこんな感じの明るいグリッターです。ちょっと見づらいかもしれないですけど、まず1回目のフレンチを描きます。塗り終わったら硬化します。この上にセリアで買ってきたこちらのゴールドのホログラムを使います。こちらはこの明るいゴールドの他にシルバーとブロンズかな、ちょっとリッチなゴールドかな、こんな感じの3つがありました。ゴールドはこっちでもいいと思うんですけど今回は明るい方を使います。すごく大きなフレークが多いので少し紙に出して使います。その方が次の作業がしやすいです。2度目のラメを塗り終わったらちょうどいい大きさのホログラムを探して上に乗せていきます。
隙間をビシッと埋めるんじゃなくて、下のラメも見えるように置くと結構キラキラっとして綺麗です。ただちょっとこのチップの上だとどこに置いてあるのかすごく見づらいです。地爪だったらもう少し見やすいんじゃないかなと思います。こんな感じで乗せ終わったので硬化します。シルバーも同じように紙に出しておきます。多分これ入ってる箱によって大きさバラバラかもしれないです。シルバーの方はさっきのゴールドより細かいのがいっぱい入ってます。で最初に塗ったシアーベージュの上にシルバーを塗ります。シルバーはシルバーとシルバーあグリッターシルバー2種類あって、どちらでもお好きな方でいいと思います。シルバーの方は普通にシルバーのラメが入っています。そしてシルバーグリッターの方はシルバーオーロラって言ったらいいのかな、ちょっと七色に光って見えるシルバー、あと六角形のホログラムが一緒に入ってます。ギラギラにしたい人はこっちがいいかもしれないです。今回はこっちのシルバーを使います。やり方はさっきと同じで、まず1回フレンチに塗ります。塗り終わったら硬化します。硬化が終わったらもう一度シルバーを塗ります。塗り終わったらまたこの上にちょうどいい大きさのホログラムを見つけて乗せていきます。あんまり大きすぎるのを乗せると爪からここを見た時に飛び出しちゃうので、大きすぎないかといって小さすぎない、なんかちょうどいいのを頑張って探してください。こんな感じで乗せ終わったら硬化します。最後にトップジェルを塗って仕上げます。トップジェルはノンワイプのトップコートを使います。見たらほとんど入ってなかったので、こちらのアゲハさんのチップ専用トップジェル、ちょっと今回はこっちで仕上げます。塗り終わったので硬化します。ゴールドの方も同じようにトップジェルを塗っていきます。こちらも硬化させます。これで完成です。それぞれこんな感じです。爪の上にのせてみるとこんな感じ。今回ラメを2度塗りで仕上げたんですが、セリアさんのラメってすごくなんていうのかな、びっしり入ってないので、こうやってやってみるとちょっとフレンチがスケスケな感じです。ちょっと2度塗りでは寂しいかなっていう人は3回ぐらい塗ってもらうか、他のプチプラメーカーさんでもいいので、もうちょっとこうびっしり入ってるのを使ってもいいと思います。
フレンチネイルというよりはグラデーションみたいに見えるので、自然な感じが好きな人はこれでもいいと思います。今回はセリアで買えるものだけで作ってみたので、こんな感じで楽しめます。よかったらやってみてください。いかがでしたか？この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。